エカチェリーナ・アレクセイブナ・ドルゴルーコバ、エカチェリーナ・アレクセイブナ・ドルゴルーコバは、ロシア帝国の貴族女性。皇帝ピョートル2世の婚約者で、婚前未亡人となった。アレクセイ・ドルゴルーコフ公爵の娘として生まれ、ポーランド大使を務めていた祖父、グレゴリー・ドルゴルーコフ公爵のワルシャワの邸宅で、兄弟のイヴァンと一緒に育てられた。伝えられるところでは、エカチェリーナは、 オーストリア大使、メリッシモと恋愛関係にあったという。1729年11月19日、エカチェリーナは皇帝ピョートル2世と公式に婚約を交わし、その2日後に未来の皇后陛下の称号を授けられた。これは最高数密院のメンバーとして、国政の実権を握っていた父の重慶 バシーリー・ルキーチ・ドルゴルーコフ公爵が自分と皇帝との結びつきを強めるためにお膳立てした婚約であった。エカチェリーナの恋人だったメリッシモは国外に追いやられた。しかし、翌1730年にピョートル2世が崩御したため、結婚は実現しないままに終わった。ドルゴルーコフ家の人々は、 エカチェリーナとピョートルの婚姻が成立していたと偽証した上で、女帝エカチェリーナ一世の即位した前例を口実に、エカチェリーナをピョートル二世の後継の女帝にしようと企んだが、失敗に終わった。エカチェリーナは宮殿を追われ、ピョートル二世の後を継いだ、アンナ女帝によって、家族ともども、ベロゾボに流刑となった。1740年になると、エカチェリーナは、 トムスクの女子修道院に収容された。1741年、エカチェリーナは、エリザベータ・ペトロブナ女帝の命令で解放され、女官に任じられて宮廷に戻った。1745年、エカチェリーナは、アレクサンドル・ロマノビチ・ブルス将軍と結婚したが、その2年後の1747年に風をこじらせて、亡くなった。ありがとうございます。